死運行死運行は熱症や自筆を適応とする漢方薬の軟膏剤。コ根や陶器を成分とする。油脂性軟膏剤。赤紫色で得意な匂いを有する。日本では医療用医薬品および一般用医薬品として製剤を各社が製造販売している。中国の秋代に陳実のが表した外科、正宗にはコ根、陶器、ごま油。 密漏を成分とする、ウルー肌甲が記載されている。私運甲は、江戸時代の医師である、花岡精襲が、ウルー肌甲に頓死を加えたものである。ウルー肌甲は固く使いにくいため、頓死を加えることで粘度を上げて使いやすくしたと思われる。医療用医薬品としては、やけど、自覚による、疼痛、肛門裂症、一般用医薬品としてはこれらに加えてしもやけ、魚の目。 汗も、ただれ、外傷、湿疹、皮膚炎。近気は重度の熱症、外傷のある患者、可能性の相性で高熱のある患者、患部の湿潤やただれのひどい患者であるシコ根エキスは、自要用内服薬である内服ボラギノール EP にも配合されている。シコ根の主成分である、シコニンは抗炎症作用、肉が形成促進作用、抗菌作用、 高腫瘍作用などが報告されているが、薬理作用や作用基準等の十分な検討は行われてこなかった。2005年から4年間にわたり、ペルーで実施された臨床試験では、死運行のリーシュマニア症に対する有効性が報告された。これは、肉が形成促進作用と抗原中作用によるものと考えられるが、作用基準は未解明である。 日本国内で製材として販売されている、死運行は、死根、陶器、ごま油、頓死、蜜楼、または、さらし蜜蝋を成分とする。一般用医薬品としての一般用漢方、製剤承認基準における成分、分量は以下の通りである。ありがとうございます。